はい、どうも皆さんお待たせます。YouTuber、平本です。ということで、今日はですね、久しぶりに釜出しの一品、秋のスペシャルということでやっていきたいと思いますので、よろしくお願いしますね。先日ですね、1C のですね、釜出し一品やってくださいよとかね、いろいろ来てたんですけども、その中にですね、ラベンダーシリーズが在庫切れですということで、ね、ありましたら、釜出しでお願いいたします。スタンドアローンを吹きたいと思っておりますという方、まあ今日はこちらからやっていきたいと思います。皆さんですね、やっぱりカンターレっていうとね、黒糖をねチョイスするかなというふうに思ってますけども、やっぱりこの頃やっぱり見た目も可愛い、あるいは写真に撮ってねインスタに映えるということで、カラーズがとても人気でございます。で、結構ですね、黒糖が好きだよっていう先生とか、カラーズが好きだよっていう先生によっても真っ二つに実は分かれるんです。例えばですね、先日、清居ホールで素敵なですね、還暦のコンサートをしました、善久先生なんかはもう明らかに黒糖なんですよ。あるいは、新納先生も黒糖。いわゆるクラシカルな音色が好きな人は黒糖をチョイスする傾向があるかなと僕は思ってます。そして、小田先生とか、あるいは陸斗先生なんかは明らかにカラーズが好きだと言ってる。いわゆる、そのなんていうのかな、クラシカルすぎない、やはりオカリナのこの牧歌的な音色が欲しいっていう方はカラーズ、そして見た目が吹いてて、まあ、インスタ映えする YouTube 映えするっていう意味でもカラーズがね、非常に人気なんです。で、一昔前はカラーズの中で圧倒的人気は実は森のカンターレってグリーンだったんですよ。ただ、去年、今年ですかね、発売したあのラベンダーシリーズがね非常に、好評だということでね、やっていきたいと。今日はねラベンダーシリーズオンリーですから、ぜひ見てください。で、今日はですねこちらのお客さんからいきたいと思うんですけど、ラベンダーシリーズが在庫切れですと。はい、いつ入荷しますでしょうか、ありましたら釜出しでお願いいたします。今日出ましたね、スタンドアローンを吹きたいと思っています。カラーズラベンダーは合いますでしょうかということで、スタンドアローン皆さん知ってますかね。ちょっと前にね流行った、まあ、素晴らしい素敵な音色でございますけども、それを今日実装しながら、なんとラベンダーシリーズ、同じラベンダーなんだけど値段が違う3種類持ってきました。あのね、ラベンダーって本当に作るのが実は難しいんです。ラベンダーと星のカンターレだけ値段高いでしょ。これね作るの難しいんで、なぜかっていうと、まあ、これがラベンダーシリーズなんですけど、実はですねこのラベンダーシリーズっていうのは僕が粘土を配合してこの色を出してるんですよ。ですから通常、例えば風のカンターレとか森のカンターレだと買ってきた粘土をある程度熟成させて、作り出すんですけども、これは熟成させる前にこの色を配合するんですね。ただこれ塗料を塗ってるわけではないんですよ。で、しかも今日はなんとスペシャルですから、これ口元見えるかな、マーブルで留めてあるんです。まあ後でね拡大してお見せしますけども、実は粘土を2つ混ぜてある程度いい感じにしてこの色を出してるんで、その練るのをある程度のところで止めるんですよね。そうすると非常にこのマーブル感が出て、あとね本当に音色感もマットになるんですよ。で、なんと今日はね3本あるんですよ。3本で直でございますから、カンターレっていうのは音色の違いと値段の違いで、ぜひ考えていただければと思ってます。で、スタンドアローンいいじゃないですか。今日はスタンドアローンでやっていきたいと思います。まず第1品、これがですねいわゆる通常のラベンダーシリーズのマーブルになってます。ですから通常ではあるんですけども、マーブル仕様になっておりますね。はい、さあこちら音色いきましょう。はい、非常に伸びやかなある音でございますね。これはマジでお得だと思いますよ。ちょっとスタンドアローンね、
はい、非常に深い音色と、やっぱり上の周波帯がですね、黒糖とは全く違うんですよね。ナンバーワンの、まずはラベンダーのマープルになります。さあ次、ちょっと値段が上がります。これがですね、ちょっと音色を聞いてください。木のよりも音が太く出てるのわかりますかね。ですから太めの音が好きな人はこれがいいですね。はい、非常に周波帯もいい感じでいってますし、後で見てもらいたいんだけど、この辺にね、すごい綺麗にラベンダーの色とマーブルの色が入ってますんで、これいいですね。非常に柔らかく出て、非常に見た目も素敵なこちらラベンダーになります。これがナンバー2です。はい。で、今日出た中では一番高めのやつですね。特にここも見てもらうと分かるんですけど、この練り込みがね、いい感じに練り込み点になっておりますね。さあ、吹いてみますね。はい、ちょうど中間ぐらいの感じなんですよ。音色感的に言うと非常にこういい感じのハスキー感もあり、マット感もありで、息の量的にも非常に吹き込む具合もちょうどいいですよね、うん、これが一番今日高くて15万8000になってます。これだけは一番高いですね。はい、ちょっといきますね。非常にいい感じ、全体的にバランスもちょうどいい感じになっております。さあということで、いかがだったでしょうか。ここまでね、そのラベンダーシリーズがバチってねできるってなかなかないんですよ。やっぱり窯に入れて、その炎の神様がまあいたずらをする場合があるんですよ。そうするといわゆるぶどまりっていうのね、せっかく作ったのにね、釜開けてみると、っていうのがあるんだけど、今回のね、いい玉が揃ってますんで、ぜひ欲しいなっていう方はこちらにご連絡いただければいいし、まあ、黒糖しか持ってないよっていう方はこちら持っていただけると、まあ、非常にその音のニュアンスがいい感じで出ておりますんで、いいかなと思ってます。で、今日はですね、僕が持ってるラベンダーで、ちょっとね、このスタンドアローンを、オールそのクラシックのバックで演奏してみたいと思いますので、ぜひ、こんな感じで吹きたいよって方はいいと思う。やっぱりなんかね、ラベンダー人気なんですよ。で、今回は練り上げというですね、練り込みというかですね、まあ焼き物的に言うと、その粘土の配分を最後まで混ぜるんじゃなくて9割型で止めてる。それによって見た目も美しいし、音色感も非常に豊かになってますので、これね、マジでおすすめなんで、ぜひご検討ください。ということで、坂の上の雲よりスタンドアローン、僕が持ってるラベンダーで吹いてみたいと思います。ぜひお電話お待ちしております。